ただ読み買いました。こちらにですね、ただ読み買った方が、ただ読みのそもそもねスタッフたちいますからね、ここの会社だって今ねもう撮影スタッフただ読みにいた人じゃない。他のところが買った場合は僕の動画なくなってたんですね。最初ね考えてた額よりもだいぶ多くなりましたね。さて始まりましたもちチャンネル。さあ今回ですね、そうです、はい、スタジオやってまいりました。ただ読み買いました。まあ買ったっつってもね、はい、そんなね僕一人でねザーンっつって出すわけではないので、会社に買っていただきましたので、はい、こちらにですね、ただ読み買った方が見切れております。やっぱちょっと顔出しがねちょっと NG ということで、一体誰がどういう経緯でですねそのただ読み買ったんだっていうのをね話していこうかなと思いますね。まあ細井先生が買うんじゃないかね、まあ細井先生ある意味保険みたいな感じで用意しておいたんですけど、えらい高い額言われたらちょっと細井先生頼もうかなと思ってたんですけど、じゃあそうですね、関われたですね、エデュプランニングというですね会社の代表の方でございます。教材を作ってる会社になりますので買い取りまして、はい、ていうかもうだってもうただ読みのそもそもねスタッフたちいますからねここの会社。そうスタッフも吸い上げてくれたですからねという感じで、まあいろいろと関わってくれてはいたっていう。だいぶ序盤からですもんね、関わってたのただ呼びに。そうですね、始まって半年ぐらい、あ、よろしくお願いします。そうですね、始まってから半年ぐらいでただ呼びの方で教材作っていこうっていう時に、はいはい、世界史の鈴木祐介先生の紹介でお手伝いさせていただくようになりました、うんうん、そうですね、なんでまあいろんな教材ね本当に作っている会社でございまして、僕ただ呼びいる時に、はい、会っていたんですけど、まあいろいろとただ呼びが崩れていくのを見ていましたからね。横で、はい、まあ横でというか真っ最中に、真っ最中ですね、一緒にまあいろいろ紆余曲折ありましたけど、はい、はい、そしてこれなんでただ呼びスタッフ自体ここで働いてるんですか、そもそも。だって今ねもう撮影スタッフただ呼びにいた人じゃないですか。そのまま丸出しじゃないですか。だって2年ぶりぐらいになりましたけど、はい、まあただ呼びが経営厳しくなってきたとは聞いてて、はい、でもまあせっかくこういったものを作るリソースがあるっていうことは、それがなくなってしまうのはもったいないなと。やっぱりただ呼びがやろうとしたことはまあ素晴らしいことだと思うし、はい、まあ自分たちも教材作ってる中でやっぱりこういう教材とかがこういう YouTube とかで誰でも動画で勉強できるっていうのは社会的なインフラとしてあった方がいいなと思ってたので、うん、それがなるべく無差無償しないような感じがいいなってはずっと思ってたので、うん、まあ自分のまあ本当大してお金もないんですけど、いやいやいや、あの手の届く範囲でちょっとずつみんなで集まってたっていうそんな感じです。はい、それでじゃあもうただ呼びがやばいよ、じゃあうちでやりなよみたいな感じで。そうですね、まあ、あのもし行くとこ決まってなかったら一緒に手伝ってよって、またなんか一緒に作れたらいいねって話をして来てもらってたという形です。で撮影機材も買い取ってますからね、このカメラこのマイクに、電子黒板こっちにもありますから、はい、懐かしのものです。もうこのカメラがだから僕4つになっちゃいますからね、使うのユテラと僕個人も使ってますから、もう4台使うことになるんですけど、いやーこんな風になるとは思っても見なかったですけど、いやー1000万円ぐらいねかかりましたからね、いや買うのに本当にね、まあ皆さんでねこうお金を出し合い持ち合いのですね投資でございますので、本当に助けてください。だからもうただ呼びのチャンネルこう復興させていかないといけないんで、ぜひ、もう大変です、はい、いい動画もいっぱい総先生や森田先生中心に作っていけたらいいなと思ってます。ね、まあまあ一応で、ね、総先生をリーダーとしてですね。はい。はい、僕は矢面に立つ人間なんで。だからクラウドファンディングとかもね、ぜひ、ただ呼びとゆうてら合同になりますので、はい、クラウドファンディング。同じ会社に依頼する予定ですので、編集はですね。まあもちろん、授業動画じゃないね、トークだったりとかはフリーランスの方々ね、今まで通り多分、ただ呼びもお願いすることにはなると思うんですけど。いやまあ、紆余曲折ありまして、これでも買うっていうところは、どういう経緯でなったんですか？あんまりうち自体は教材頼まれて作る方だったので、はい、自分たちでコンテンツを持つっていうのはあんまり考えてなかったんですけど、はいはい、ずっと。でもまあ、もともとこの企画を前の会社の方から聞いて、手伝い始めた時に、自分自身が高校時代家にお金がなくて、予備校とか塾も通うことはできなくて、まあ英語の成績がすごい悪くて、まあ中高一貫校だって中学ずっと遊んでて、高校だってやばい、でも塾も行くお金がないと思った時に、書店でビジュアル英文解釈っていう、伊藤和夫先生の本を買って、それが面白くて分かりやすくて、そこからまあ英語好きになって、かろうじて大学に行くことができたので、やっぱりなんか教材作ってる時にそういう体験をなんか多くの人に持ってもらいたいなとか、うんうんうん、まあ絶対お金あるんだったら塾や予備校行った方がいいと思うんですけど、はいはい、まあない人には、まあもしくは塾に行きながらこういう使ってもらえる動画があったらいいなってずっと思ってたので、うん、だからなくなっちゃうのはもったいないから、なくなるぐらいだったら、もういよいよなくなるって聞いた時に、うん、じゃあちょっと、
買おうかなと思って、ただ自分が運営するっていうよりは、やっぱり自分はその予備校の先生とかもやったことがないので、うん、総先生や森田先生が中心になってやっていただけるんだったら、初めて買おうかなと思って、そうですね、はい。それをお話ししたら、快諾いただいたので、じゃあちょっとまあできる限りのことはしようかなと思った次第です。そうですね、はい、やりましょうって言って、まあね、意外とですね、買うのに手挙げたんですよね、他もね。はい、いろんな会社が手を挙げましてね、まあ、最初ね、考えてた額よりも、だいぶ多くなりましたね。あ、まあちょっと、まあなんとか。そうなんですよ。なんかもうさ、自分で立ち上げてさ、こう成長させたものを買わなきゃいけないっていう、この気持ち。すごい感じでしたけど、まあそれでなんとかね、買うことはできまして、無事。はい。買うことできたんですけど。せっかくだから、まあ森田先生と総先生を中心により発展させていって、はい、多くの人に使ってもらえたら、まあ買った価値があったかなと思いますので。そうですね。はい。なんで、そういった形で、まあ今回運営していきますので。ぜひよろしくお願いします。はい、さあ、どうなるんだろうっていう感じですけど、まあまあまあ、ここの、まあ頭の中にいろいろ入ってますので、そこから、はい、構想をいっぱい出しながら、はい、やっていきたいと思います。大変になっていきますが。まあその辺ね、最初に出る動画とかは、この時間にも、タデミン側にも上がってますので、そちらの方で、一体どうやってやっていくのかというか、まあ一人目のね、誰の授業をちょっと出すのかっていうのを出しておりますんで、まあ来週ぐらいに二人目の発表とかできて、で、その後でまあ、理系の先生たちの話とかもできればいいなと、生配信やろうと思いますんで、で、そこでまあ、かけられる先生にはもうどんどんかけてって、動画、どうしますみたいな感じでちょっとやっていこうかなと思っておりますんで。いや、でも大変でしたね。いら、いろんなところが手を挙げて。でももう、総先生と森田先生が一緒にいてくれてるっていうのが、一番まあ、他のもちろん先生方も一緒にやってくれるって言っていただいてたのが、すごく心強いかなと思っておりますので。そうです。僕ら考えてたんで、一応だから他のところが買った場合は僕の動画なくなってたんですね。実はそうそうっていうのとかいろいろあったんですよ。だから総先生の動画がなくなるとかいろいろあって、あれ裏では頑張ってたんです、みんな。もういろんなね、ああだこうだ叩かれ、例えばに関する動画ですね、出せばもう飽きた。いつまで擦るんだって言われながらですね、話題性を保たないとダメなんですよ。そう、この日が来るまでこうね、いろいろ伸ばしながらね、頑張ってちょこちょこ話題入れながらこうやってやってきたんですよ。じゃないと忘れられちゃいますから、そうはいかないので。じゃあ基本的には教材作成の会社なんですね。そうですね。なので、まあ、タデ呼びに関する教材とかもなんか増やしていければ、将来的にはいいなと思いますので、はい、まずはでもやっぱりみんなが喜んでもらえる動画を、先生方が中心に作ってもらえて、まあ、あんまりうちがどこ出てくることはないと思いますので、基本的に、そう先生、森田先生と中心に、先生方が中心に運営する動画、サイトになると思ってもらえたらと思います。なるほど。いやだからその、タデ呼びプレミアムの超絶余った教材とかどうするんですかっていうね、その辺もね、引き取るわけですもんね。まあちょっとまだ物が届いたりしてるわけではないので、すぐ何か言えるわけではないですけど、でもまあ欲しい受験生の方とかおられたり、まあやっぱり先生方の動画作って、最終的にはやっぱり受験生の方とか、うん、まあもしくは受験生教えてる先生とかにとって、あ、これ役に立つなとかプラスになるなっていうことを生み出していければ一番いいので、そこら辺もなんか全然いい使い方があれば、もったいないので、ね、せっかくの先生方が作ったものなので。そうですね。もう大量に来たらどうしますこんばんはみたいなんで、なんとかそれも考えなきゃいけないです。そうですね。あれ、無料バージョンのやつも引き継いだんですか？無料バージョン、僕とか泉先生の あるやつ。あ、そうです、そうです。一応全部引き継いでて、まあ、どこまで本の形で残ってるとかは、まだそういった財産の確認とかは本当にこれからっていう形なので、どこまであるかわかんないです。あるものは全部もうできれば世に出して、受験生の役に立ってもらいたいなと思ってます。あ、だってもう販売のサイトとかも全部潰れてるわけですね。そうですね。まあ、そのあたりから、あら、そう。作り直していく形になるかと。作り直さなきゃ。まあ、販売するかどうかは別としても、皆さんの手に届く、何らかの形で手に届くといいなと思ってます。なるほど。会社を買収したわけでは事業ですね。この事業を買ったので、なので動画だったりとか。TikTok とかも。一応そういうことだと思うんですけど、まあそのあたりをまだ細かい部分をこれから精査して全部調査していく形になると思うんですけど、基本的にはそうなってると思います。あとまあその文系とね、理系はいろいろ先生たちとこれからね、交渉していってたと思うんですけど、みんなのタダ呼びとかいうなんかわけのわかんないサイトありましたよね。使っていただいてるんだったらいいと。いや、ヨガみたいな、こんなんやってましたよね。なんかまあああいうのも、今まあリスキリングだ、学び直しだって、まあそれがリスキリングがいいことかどうか
まだいろんな考え方あると思うんですけど、でも私自身も大人になってまだ勉強したいなって思うこといっぱいあるので、うん、まあそういうふうに役に立つことがあれば全然ああいうのも発展したさせていければいいなと思ってます。そうですね。まあまあ韓国語中国語のやつだったらまあ多少編集はできますけど僕ね、あここ面白いとかね見てわかるんで僕はね。あのなのでこういう企画があったらいいとかこういう動画があったらいいとかもぜひなんかいろんな意見をいただければ嬉しいです、ね。そうですね。それ欲しいですね。はい、まず皆さんどういうね動画欲しいのか。ぜひとも教えていただければそちら合わせてこの人のこの動画がみたいなのはねあるとは思うんで、いやまさかねそんなこんな2年何ヶ月も経ってそうですね、まあもう意外な再会ですね。そうですね、はい、不思議でしょうがないですけどまあここからまだゴタゴタするんでしょうけどまあいろいろそう簡単にはパッとうまくいくものではないんで、たくさんの人がいますから、だってほとんどが知らない先生ですからいきなりその知らない先生たちとね話していかなきゃいけないっていういうのは始まりますんで、まあ、その人たちもどんどんね出てくるのかな、うちのチャンネルってことは、はい、また登場してそれぞれ、まあしかもいろんなとこにいますからね、はい、中部にいたり関西にいたりとかもあるんで、日本全国ですね、はい、でもなんかこういうのもご縁なんで、森田先生と今一緒にやれてるように、今逆にご縁のない先生とかもしくは企業の方とか、うん、いろんな人とも一緒にいい形で何かこの縦読みを使って、うん、すごく教育にプラスになることができたらいいなと思ってますので、遠慮なく関わりたいってとか、うん、利用したいって人いたらぜひぜひ喜んで、はい、そしてね企業案件の方も、はい、お待ちしておりますしクラウドファンディングですね、はい、そちらもぜひやっていただかないと、本当に何たって1000万円の借金から始まりますので、はい、まあどんどんそちらから始めますので、増やしていくスピードを上げたいなと思いますので、まあ、なんとかそちらをね、はい、まずは回収していきますディープランニングのね、多分教材の宣伝とかいっぱいこれからできますから。いやいや、それは、あの、いいの？うちが持ってるわけではないので、なるほど、いろんな会社さんから、そう、頼まれて作ってるので、あ、でも素敵だなと思う教材とかはぜひ紹介していければなと思いますので、はい。あの、うちは大丈夫です。はい、うちの仕事のためではなくて、受験生や教育のためにということをなるべくやりたいですね。あの、はい、まあ、どこまで痩せ我慢ができるのかわかんないですけど。そうですね。だからやっぱね、その、ただめの場合は本当にね、会社側がむちゃくちゃ。まあでもね、あんな無茶苦茶な経費の使い方とかないと思うんで。いや、まあ、もう貧乏、うちで行く会社なんで。あんなもう本当に、どんだけ使うんだよっていうぐらいね、講師に全く払わずに会社自体は、えらい額使ってましたからね。本当に。どうやったらあんな潰れるって分かってる会社で、あんな使えるんでしょうね。あの額ね、億超え使ってたりしたわけですからね。はい。ということでございました。なんで、そういう搾取構造にならないようにですね。はい、ぜひとも。例えばずっとクラウドファンディングやってくれない。僕がやれって言ってたのにやってくれなかったんですけど。ぜひともお願いいたします。はい。ということで、あときっと、寄付口座もできるわ。そうだ。ユーテラの方で、やっぱりね、寄付口座をお願いしたかったんです。やっぱ、クラウドファンディング難しいって人結構いて、できないっていうことがあって、もうそれだったら口座を教えていただいて、そこに振り込みますっていう方々いたんで、うん、じゃあ、エデューの口座を、はい。もし、こちら。おられたら、はい。出しておきますので、はい。それで、あの、もう、休止も全然、はい。もうそこはもう、森田先生に口座もお預けしておきますので、そこはもう、例えばのために使ってください。はい。よろしくお願いいたします。今までのね、クラウドファンディングのやつだって、あの、僕全然、あの、クラウドファンディングのサイトからも全然見せられますので、こんなんですっていうのは一切隠す気ございませんので、そういった形でございます。まあ、そう、あと寄付の、ね、人たちのは全部もう出してるんで、ね、はい、お名前を挙げております。はい、はい、という感じになります。ありがとうございました。じゃあということでこれからやっていきますので、ぜひとも新生ただよびともどもよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。顔めっちゃ出してる隠さなきゃいけない。あとあれか、僕のね英語の総集編出ていけますよ、とということで取り戻したぜ動画。